伊藤サンタです。開拓田舎暮らし伊藤サンタです。小さい時からね、親父とよく、山に山菜取りに行ってたんですよ。そしたらね、親父がね、お、犬のチンポあったって言ってね、なんか赤い小指大のね、ものを食べてるんですよ。もっといつも赤いんだけどな、見えるかな、ね、犬のチンポって言ってね、でそれをるんですよ。酸味とぬめりがある、すごい美味しいってわけでもないけど、うん、食べれるもんですね。なんかジャムとか作る人もいるみたいですけど、スカンポ、アイヌ語でスカンポは、イタドリ、イタドリの新芽、うん、独特の味がします。珍味ですね。まあ好きな人は好きなんだな。でもね、あのびっくりしますよね。お、犬のチンポっつってこう赤いの食べたらね、山でね、また似てるんだ結構、うん、ね、不愉快な人いたらごめんなさい。